神峯神社は、茨城県日立市宮田町にある神社。旧社格は郷社。当神社の大祭では、大型の山車を用いた人形芝居が奉納される。この山車及び行事を、日立風流れ物と言い、山車が国の重要有形民族文化財に、神事としての日立風流れ物が重要無形民族文化財に、それぞれ指定されている。また、この行事は、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。創建は不詳。伝承では、室町時代には、神峰山山頂に祀られていたとされる。その後、1428年に、宮田村あざ山王に、1554年に、神峰山中腹の鬼が、洗い水という場所に遷座されたが、1688年に、再度山頂に遷座された。この際、里から遠い山頂では、参拝に不便として、現在の拝殿がある場所に里宮が造営された。1695年に、時の水戸藩主、徳川光圀の命により、宮田、大瀬、助川の総鎮守となり、大祭礼には、宮田浜の宮、助川を経て大瀬までと御することが定められた。1871年に郷社に列せられた。日立市下峰公園に隣接した里宮と神峰山山頂に奥の宮がある。社殿は権現造りで本殿と拝殿が一体化している。1945年に戦災で焼失しており、1957年に再建された。参道は国道6号から社殿に伸びる表参道と拝殿脇から日立市下峰公園に抜ける裏参道がある。鳥居は表参道に2つ裏参道に1つある。境内には、長寿社、事与所、古刹菓子所、風流物の出しの収蔵庫などの建物がある。また、二の鳥居の手前に、獅子像があり、由緒は不明だが、魔除けの御利益があると言われている。摂社として、加具土の神を祀る愛宕神社と、保食神を祀る稲荷神社がある。また、春日神社などの末社が祀られている。神峰山山頂に拝殿と本殿があり、現在の社殿は1916年に建てられたもの。茨城県道36号日立山形線、赤沢付近に参道の一の鳥居があるが、橋の老朽化などで今は通れない。参道には計3つの鳥居がある。一の鳥居から社殿まで約 2km、高低差約 400m ある。ありがとうございます。